サガン鳥栖キャプテンの高橋選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、本当にあの悔しい敗戦、ピッチの中で戦ってて振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、やっぱ少し早い時間帯に失点してしまったので、非常にそれが大きかったかなと思いますね。ちょっと予想よりも早かったっていう、まあ、失点しないっていうところを目指してやったんですけど、まあ、失点しても慌てることなく攻撃ができてましたし、まあ、チャンスも作れてたんで、まあ、そこでなんとか点が欲しかったんですけど、決めきれずにっていうところは非常に悔しいです。惜しいシーン何度もありましたよね。そうですね、まあ、そういうシーン作れているので、続けていくことが大事だと思いますし、まあ、この負けをしっかり次につなげれるように頑張りたいなと思います。今日は夏休みということもあって、鳥栖からですね、小学生の男の子、高橋選手を応援しに来ているという子もいたんですよ。どうですか、声が届いてました？そうですね、非常に力になりますし、まあ、佐賀から来てくれた方もいると思うので、まあ、そういう方々にはもちろんこっちで応援してくれる方々もそうですけど、非常に悔しい思いをさせてしまったのは自分の中で非常に悔しいんで、また次の試合にその悔しさを晴らせるように、そういうサポーターの方々のために頑張りたいなと思います。でご自身はこれで J1 通算200試合出場ということになりましたが、ここまで道のり的にはどうですか、ご自身では。まあ、そうですね、まあ、一つ一つだと思いますし、やっぱ試合に出続けるっていうことはプロサッカー選手にとって幸せなことなので、これからも試合に出続けるように頑張りたいなと思いますし、その試合に出る中で一つでも多く勝ち試合にできるように頑張りたいなと思います。ちょっと一言最後に、今日のマリノスの印象はどうでしたでしょう。そうですね、やっぱ両サイドがすごい特徴のある選手がいるんで、やっぱカウンターだったりっていうのは早かったですし、まあ、間で受けるのは非常にやりづらかったですね。でも、まあ、そういう相手にどうやるかっていうのは大事なので、まあ、マリノスはそういう印象ですけど、まあ、そのまた次に自分たちに生かせるように頑張りたいなと思います。日本ですので、ね、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。